どうも、こんばんは、NM です。今回はクロニクルイベントいつか開催ということで、早速初見で潜っていこうと思います。詳細を見ていきましょう。幾多の戦場を切り抜け夜の街をかける金木、しかしそこにあるグール捜査官が立ちはだかるのであったということで、ルート A の11はアモンと金木の最終決戦の、再現イベントですね。イベントをクリアすると一定確率でアモンと相性の良い強力な SSR クイーン家堂島2分の1と SSR クイーン家クラーが入手できる。さらに超低確率で UR クイーン家堂島海や UR 渾身の一振りアモン UR クイーン家ケース黒、これクイーン家ケースも落ちるのか、もうドロップするということで、まあ超低確率かかっているんでね、どれぐらいの低確率かわかんないんですけど、できるだけドロップで、集めたいですね。クイーン家ケースはなるべく使わないようにしたいですね。まあ堂島のスキルは、使用者のこれですプラス200のバフとさらにヒット数ごとに、ヒット数ごとにかでも重いだろうな、プラス 100% の使用者を強化する効果を持ち、さらに原作で アモンが金木に放った一撃を範囲内の敵に 1000% ダメージ、敵がグル7000回復しなくなるという効果、永続という効果で再現。潜在スキルも攻撃力強化の効果が揃っているのでメインアタッカーに装備して強力な攻撃を繰り出そう。いやーすごいですね。まあアモンの効果はおいおいね。多分1個だけだよな。お、攻略のコツ。今回のイベントは即ボス戦となる1エリア構成だ。ボスのアモンを倒すと勝利となる。ボスのアモンは自身の体力 80% 未満になるまで強力なスキル攻撃を繰り返します。とりあえず80まで削るってことですね。80% ならまず全力で攻撃しよう。アモンが行動するまでに衝撃を2回与えることにより攻撃を減少。だからもう2発以上与えろってこと。これ射撃とかで結構やった方がいいのかな。壁とかあれば壁枠で、ガンガン削っていった方が、良さそうですね。あーグール、まさこれグールグールあれか専用か。アモンの体力1にすると最終決戦突入。アモンがスキルを使うと体力は回復するが死亡しない。だから一応根性持ちで、体力か1回回復して根性消えるってそういう感じかな。これまさかグール限定とかやめてよ。せっかくちょっとパーティー組んだのにさ、今俺が組めるだけの最高戦略で、あでもそんなことないわ。でもグール連携の結晶があるってことはグールの方がいいのかな、まあ、わかんないんですけど。じゃあとりあえずパーティー、設定していきましょう。とりあえずこれでいきたいと思います。僕の週末有馬の装備は一応メインになるかみで、サブに SSR の新たで、断罪有馬の方がなんだっけな、かじりに、サブがなるかみですね。で、さそうたる平子がメインに、なんだっけあれ忘れたんだけど、なごみか、なごみに、サブに SSR 新たで、フレンドの週末有馬くんが、かじりに多分 SSR 新たかなだったと思います。これでいきましょう。さあ、あそうだね、これストーリーがあるんだったね。アンティーク店長吉村を救出するため金木は一人夜の20個をかけていた。しかしそんな金木の前にあるグール捜査官が立ちはだかった。ここのシーンのアモンめちゃくちゃかっこいいよな。お、ボイス。ダメだ、できればあなたとは戦いたくない。でもなんかこれジェイルやってる気分になるな懐かしい。金木は静かな決意とともにアモンに接近し、カグネによる強力な一撃を浴びせた。金木の攻撃を受け一度は倒れたアモンだが再び立ち上がりクイーン家を構えた。アキラ、お前が設計し直してくれたんだ、壊すわけにはいかない。シャキーン。アモンがクイーン家を高く掲げスイッチを押すと、装備していたクイーン家は巨大な槍のような姿、堂島海へと姿を変えた。金木を前にアモンを静かに堂島海を構えた。お名前聞いてもいいですか。おお、かっけえ。このさ、あの2人がこうガキンガキンやり合って2人でちょっと疲れてさ、こうカグネとクイーン家をちょっと下ろすシーンがなんか個人的にはすこ、そして2人は全身全霊を持って宿敵との戦いに挑んだのであった。やべえ、
ワクワクするな。初見っていうのはちょっと、お、いきなりボス戦、眼帯と接触、任務に当たります。あ、取り巻きで強化、あとなんか取り巻きはあれだね、あの瓦礫がなんかそういう感じでやってんのかな、再現。うお、かっけえ、でけえ堂島かい。めちゃめちゃでけえな。ちょ、見ていこう。あ、エリア11なんだ。勝利条件、渾身の一振りアモンを討伐、ボスは取り巻き死亡で強化。あー、なるほど。とりあえずガンガン削れってこと。取り巻きは後回しにしましょうかね。じゃあとりあえず2発当てりゃいいんでしょう。スキル結晶に、核根強化のやつ、あと攻撃力アップの結晶ですかね、あるのは。まあグルじゃないんで、ここら辺でこういうことでしょ、2発当てろって。避ける。一応使って、バンバンスキル使っていこう。あー、かじり届かねえ。まあさすがに、あー、こっちも届かねえ。あー、ここ当ててえな、当ててえけど、あ、こっちから当たるわ。ここで今さ、鳴神で27万ぐらい、あー、こっちで壁悪くして27万ぐらいか。お、スキルかっこいい。うおー、速度アップ、攻撃力アップ。これさ、断罪死ぬんすよね多分。すぐ週末もスキル使われたらすぐ死にそうだけど、とりあえず当てて。やべえな、めっちゃ攻撃力高いんやが。まあでも速度はあれですね、遅いっすね。かじり当てて、耐えられるか。あ、全然削れねえ。これオートで回せないパターンだ。でもまあ一体だからさ、敵、どうしよっかな、どういくのが正解だ。ここで2人にバフかけとくか、一応。ほいほい、スキル使ってくんのか。あ、使ってこない。やべえ、ギリギリ壁役届きやがったこいつ。あー、断罪。あー、五輪銃、さようなら。くっそ、断罪くん速攻で五輪銃、全然削れねえじゃねえか、ふざけんなよ。やべえな、これここに当たって、この攻撃結晶に当たってアモンに当たったら神。え、ちょ待って、うわ、最悪、ずれたんだけど指。指ずれたんだが、しかもさ、週末のスキル使ってないし。あ、何、どういうことこれ、次のスキルやばい感じ。やべえ、週末のスキル使うの忘れてた。あー、まずいっすねこれは。でもとりあえず 80% 以下にはしてるはずだから、え、どうしよう、これでいくか。374万。やばい、死ぬんじゃねえこれ、平子。ああ、全然だわ、そんなことなかった。オッケーオッケーオッケー、鳴神へ当てて、自然の一戦、自然の一戦食らえ。どれだ、食らう、まあ、振り属性で171万。オッケーオッケーオッケー、いけそうだなこれ。とりあえずあいつの HP を1にしちゃっていいぞ。あそこでカン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 なってんな。何が来るんだこれ、攻撃力アップ、これ死ぬんじゃないか。週末やめろ、あぶねえ、執行の不能、ざっけんな、まずいぞ行動不能は。耐えられるか。壁役当たんのこれ。うわ、ギリ当たんね。ここで、平子に当たって、ここら辺かな、アモンに当たった神。当たれ、頼む。よし、当たった。オッケー、1いったっしょ、これ。で、スキル使う。で、体力回復だよね、これは。ここは最後の砦。違うんだけど。え、回復したこれ。あ、そうか。やめろお前、コード不能忘れてたんだが。やべえ、これ平子死ぬだろ。そのまま壁役して、なんか断罪もして、速度アップえぐいんやけど。やめろ、あー、断罪、断罪じゃねえ、週末。これ負けんじゃないの、やっぱ。あ、体力アップしてますね、ザン。いやー、これ壁役でいけるか。え、これ取り巻き倒したら強化されるんじゃなかったっけ。今何の警戒もせずに打ったけど、
行け、頼む、倒してくれ、頼む、行け、おら、いや、やばい、くっそ、これ負けじゃないか、あああとちょっとだったじゃん。じゃあ途中でさ、指がずれたの、あれ多分一番の敗因だと思うんだけど。いいや、初見だしコンテするわ。オッケーオッケー、大体分かった分かった、何がしたいか分かった。あ、取り巻き倒したのまずかったろ、最後かじりで。それも敗因の一つだろ絶対。ざっけんな、ざっけんなよ、くっそー、取り巻き倒したの一番の原因だ。完全にかじりで勝ったと思う。まあノーコンいけそうっすね、普通にミスなければ。落ちろ落ちろ落ちろ、うえああ、クラ落ちましたね。ということで、いつかの超級推奨ランク100以上ということでね、まあ濃厚はできなかったんですが、次は濃厚の攻略動画でも上げたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。